アメリカの製薬大手ファイザーは7日、開発している新型コロナワクチンについて、5歳から11歳を対象とした緊急使用許可をアメリカの FDA、食品医薬品局に申請したとツイッターで発表しました。アメリカでは学校の再開が進む中、ワクチンを接種できない子どもの感染が深刻化しています。アメリカメディアによりますと、来月初旬にも、 5歳以上のファイザー製ワクチンの接種が始まる見通しだということです。